マシーンに参りましょう。ドアないんだね。ドアないよ。さあ、それでは続いてのマシンに参りたいと思います。続いてのマシンはスバルインプレッサー WRX-STI-IR 仕様となります。それではウォームアップランスタートです。さあ、今このスバルインプレッサー WRX-STI-IR 新仕様が今コースインしてまいりました。そしてなんとドライバーは新井俊博選手です。皆さん大きな拍手をお願いいたします。新井選手に皆さん大きな拍手をお願いいたします。さあ、このですね、新井選手が今乗っているマシン、この車はインターコンチネンタルラリーチャレンジ仕様のラリーカーです。新井俊博選手は言わずと知れた日本を代表するラリードライバー。2005年、2007年と PWRC のシリーズチャンピオンに輝いているほか、2011年にはこの年から始まったインターコンチネンタルラリーチャレンジの初代チャンピオンとなっています。2012年は引き続きインターコンチネンタルラリーチャレンジに参戦。最終戦キプロスでは総合3位入賞を果たし、ランキング2位に輝きました。さあ、そんな新井選手が今このインプレッサをですね、ウォームアップしてるんですが、これ本当に皆さん本当にこれおとなしく走ってますから。そしてですね、今僕はこの D1 グランプリのテントで今実況してるんですがね、これ本当にここに近づいてくるんですよ。本当に近づいてくるんです。僕は今日白い服着てるんですけど、これはだんだん真っ黒になってきますから。さあ、今ウォームアップランを終えました。それでは改めまして、スバルインプレッサー WRX-STI-IRC 仕様のスタートです。さあ、本番さながらのスタートを見せて、新井選手が、おお、これも最初からスピードが違うぞ。さあ、皆さん、新井選手にまずは大きな拍手をお願いいたします。なくなるぐらい走ってくれますから。さあ、そしてですね、新井選手のテクニックにも注目してください。非常にこれだけ激しい走りをしているんですが、ハンドルの動きは非常にですねスムーズに動いています。そしてこちらの放送席の方に来ながら、なんと片手運転お願いですから、両手で持ってください。新井さん、さあ、皆さんの前でですね、ドーナツターンでアピールがありますから、その時は大きな拍手してあげてくださいね。さあ、スポンジバリアギリギリからまた来た、また来た、新井さん来た。さあ、最後に回っていきます。さあ、これもすごい。 4WD でのドリフト、 4WD でのドリフト。まずは1回進行方向にハンドルを切って、そしてカウンターを切って、また進行方向の繰り返し、これが 4WD の。さあ、行きました、行きました。車の流れをしっかりとブレーキで止めて、ギリギリのところを立ち上がってます。止まらない、止まらない。新井俊博選手、まだ回る、まだ回る。新井選手のすごいところはアクセルワークが常に全開なんですよね。来た来た。さあ、1脚170万円のバケットシートに座って、新井選手がこの会場内所狭しと走り回ります。さあ、来ました。さあ、まだ走り足りないか、まだ走り足りないか。今止まりました。皆さん大きな拍手をお願いいたします。パパ、もう開けてよ。
瞬間使ってるけど。松本清志さん。何でも乗ってないじゃないか。乗ってるじゃん。さあ、それではスバルインプレッサー WRX-STI-IRC-CO をドライブいたしました荒井俊弘選手です。皆さん、もう一度拍手をお願いいたします。こんにちは。いっぱいいますね。えいっぱいいらっしゃいますね。いますよ、すごいいますよ、荒井さん、はい、見えました、お客さんの拍手。見えます、全然見えます、はい。今日初めてで、僕何回も今日新井さんが猫走り終わった後にこのステージで、はい、トークショーをやってるんですが、はい、初めて額に汗をかいてるの見ましたよ。さっき実はこのスーツのままトークショーしてたんですよ。あ、なるほど。暑くてその時が、でずーっと歩いてきたんですよ、スバルですから。はいはいはい、そこで汗かいてただけなんで、今走って汗かいたわけじゃないので、まあはい、走って汗かいたっていう風にしといてもらってもいいですか。そうですね、はい、さあね、本当に、派手な走りを見せてくれたんですが、はい。